血栓、血の塊ですけども、今、血栓が大きな問題になってるんですね。こんなあなたは血管が詰まる一歩手前ですということで、皆さんにお伝えしたいと思います。血管が詰まりやすい人というのがいるんですね。なぜ血栓が今問題なのかというと、ある流行っている病気、これが血栓と関係しているからなんですね。最近私の動画で心臓の動画上げてますけども、特に今回の血栓の動画と、あと心臓病、それは 流行の病気それれがリスクを増やすすと言われていますある流行の病気に感染するとそこから血管が傷ついたりとかそれが血栓の原因になったりあるいはサイトカインといって細胞が体を守ろうといろんな物質を出すのでそういったものが心臓に障害を与える可能性があって実際その流行病にかかると 血栓とか心臓の病気が増えることが指摘されているんですね。そのため今日の動画は非常に重要ですので、ぜ、ま、ひ、あ、最後まで聞いていただけたらと思います。他にも間接的に有効病は、癌の診断を遅らせたり、他の病気をいろいろ増やしたりすることがあるんですけども、特に注意なのが血栓と心臓病ということになります。そのため今日はどういう人が血栓を作りやすいのか、10の習慣ということで、特に血栓のリスクが高い方、血栓 というのを作りやすい方について説明し、そしてまた予防法にもしっかり触れてます。かなり情報豊富ですので、通していただくと理解が深まりますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。私自身は20年以上臨床医、実際に患者さんを見る医師をしていて、当然血栓とかその他の患者さんも拝見してきています。 血栓作るとね、なかなか大変ですから、今日の動画を元に皆さんがぜひ予防していただけたらという風うに思います。まず簡単に血栓について触れておきたいと思います。血の塊なんですけども、大きく分けて血栓と側栓というのがあるんですね。血栓は 血の塊がそこでできることであって側線というのは血の塊が飛んで詰まることこれを側線と言いますなので例えば脳卒中でも脳血栓というものもあれば脳側線というのもあるんですね脳でできているのかあるいは脳の外からできたものが飛んでくるのかによってそこが区別されていますそしてまた動脈の血栓もあれば静脈の血栓もあるんですね動脈の血栓で有名なのが脳血管障害ですね あとは心筋梗塞も動脈の血栓です一方で、下肢静脈血栓といって、足の静脈が詰まるような有名な病気もありますよね。まあ、このようにできる場所によっていろいろあるわけなんですがで、血栓がなぜいけないのかというと、血の塊が詰まってしまうと、私たちの体の中には網の目のように血管が張り巡らされていて、酸素を届けているわけなんですね。そそののためそこから先の組織に 血流が届かなくなり引いては酸素を届けることができなくなってしまいますこれが虚血という状態をもたらしてその先のところの障害というのをもたらしてくるんですねそのため当然のことながら血栓を作らないことがすごく大事ですしあと最近突然死の話題なんかもありますけれども突然死の原因に血栓があったりすることもありますので血栓予防はとても重要ですからぜひ通して聞いていただけたらと思いますまあ、それで血栓を作りやすい人 まあ習慣のうち、まあ、これ厳密には習慣に含まれないものも入りますし、あと変えることのできない要素というのもあるんですね。まあ、そのため、習慣などというふうに置き換えていただけたらと思うんですけども、これから紹介していきたいと思います。血栓を作りやすい、まず1つ目なんですけども、1つ目は、座りがちの生活ですね私たちの体というのは、もちろんこうしてる間も心臓が動いて、体中に血液を送ってるわけなんですね。 当然、座りがちの生活をしていると、血流というのが悪くなって、ひいては血栓を作るリスクというのが高くなってきます。身体活動が低いか、あるいは座りがちの人、こういう人は血栓を作りやすいということが言われてるんですね。座りがちということでいうと、これは他の動画でも解説しましたが、最近座っている時間が長いと、さまざまな病気のリスクが増えるということが言われています。ひいては死亡のリスクも増えるのではないかということが言われてるんですね。 前は横になってるよりは座ってる方がいい。座ってるよりは立ってる方がいい。立ってるより体を動かしてる方がいいまあ、そういう風うに思われてたんですが、最近寝てるのと座ってるのでは、健康に良くない点というのはあまり変わりがないのではないかと言われています。そのため、体を動かすということが重要なんですが、まあ、特に座ってれば寝てるよりはマシかという考えは、これは禁物ですので。 まあ血流の観点でいうと、座っていることも横になっていることも、体を動かさないことは一緒ですし、血栓のリスクというのを高めやすいですから、これは生活習慣の改善、まあとで予防の話もしますけれども、気をつけていただくといいと思います。で、血管が詰まりやすい人、2つ目なんですけれども、2つ目は肥満ですね。毎度耳が痛い話ですね。はい。まあ、肥満はそうですね、もちろんあらゆる病気のリスクというのを増やします。 例えば糖尿病とかその他の病気血栓を作りやすくなるような病気がいろいろありますけれどもそういった血管病のリスクを高めるのが肥満なんですが最近、肥満そのもの自体っていうのはとても良くないということが分かっているんですね。他の病気を介していろんな悪さをする可能性があるんですけどもそうじゃなくても悪いということが言われています。 これはどうしてかというと、脂肪細胞というのが増えると、体の中がインスリン抵抗性といって、糖を細胞の中に入れるインスリンという物質がありますけれども、これに対して体が抵抗性を示してしまうんですね。 これはひいては糖尿病のリスクなんかを高めるんですが、こうやってインスリン抵抗性というのができてくると、それも結局、例えばがんにつながってきたりとか、それ自体がさまざまな病気のリスクを高めやすいということが言われてるんですね。肥満があるということ自体が悪循環を形成しやすいので、はい、明日から休みましょう。はいで、で3番目なんですけれども、3番目は喫煙ですね。まあ、喫煙はどうしてもですね、まあ、いろんな化学物質を体に入れることになるので、 私は健康原理主義ではありません。まあ、動画を作ってると勘違いされることがあるんですが、私自身は生活の質を高めるのが重要だという考えなので、健康原理主義ではないんですけれども、しかし一方で、健康を害された方が、皆さんおっしゃるのは、いや、本当にこういう思いをするんだったら気を使っておけばよかったというような、まあ、生活の質自体が健康を保てないことによって下がってしまうことがあるんですね。そのためもちろん、完全無欠に元気に、生涯を全うできるケースばっかりじゃないですし、 多少体に変調を期待するというのは当然といえば当然なんですがしかしその中においても生活の質を落とさないということは重要ですそういう点で考えるとやはり喫煙はさまざまな病気のリスクにつながる習慣ではありますが、まあ、やはり血栓という点ではマイナスになるんですねどうしても血管というのを傷つけることによって先ほど感染症でも触れましたが感染症で血管の内側の壁ですね血管内皮といいますけどもそういうところが傷つくことによって血の塊血栓ができやすくなるんですね どうしても喫煙というのは血管を傷つけたりとか、あるいは血管を収縮させたりして血流を悪くする方向に働いたりすることがありますから、まあそういう点で注意が必要です。血栓を作りやすい人というのは喫煙している人、特にたくさん釣ってるとその分影響というのは大きくなりますので、そういう方は特に注意が必要だと思います。血栓を作りやすい人、4番目なんですけれども、4番目は これは妊娠なんですね。妊娠中の状態というのは、まず血流が妊娠中は変化しますよね。胎児がいるので血流というのが変化しますし、あとは凝固因子が変化する。止血に働く人間の体の中に存在する凝固因子が変化するということが言われています。やはり体というのはうまくできていますから、 出血を止めるように、まあ、うまく順応してるからなんですね。そうすると、ただ、胎児がいるということによって血流が変化し、そしてまた妊娠によって凝固に子も変化する。そうすることによって血が固まりやすくなっているということなんですね。血が固まりやすくなれば血栓のリスクというのが上がりますので、まあ、実は妊娠中もこれは注意が必要です。なので、もちろん担当医とよく相談する必要がありますけども、体をよく動かすということ。 これは過度にじゃなくて適度に動かすということ。これは妊娠中においても重要になってくるわけですね。でもちろん妊娠に限らずですね、まあ、非常にこの何年か身体活動が低下している時間が続いてますので、まあ、体というのをしっかり動かすということ。これは血栓というのを遠ざけてくれますし、そしてさまざまな他の病気。そして妊娠中においては妊娠に伴うような合併症を避けてくれるところにも、まあ、つながってくると考えられます。はい。で、5番目なんですけれども、5番目は、これは経口避妊薬と、 ホルモン療法なんですね。これは生理に関する動画もご覧になっていただきたいんですけどもある種の薬というのは血栓のリスクを高めるということが言われてますけども経口の避妊薬およびホルモン療法の薬 こういったものは血栓のリスクを増やす可能性があるということが知られています。もちろん全てではないですので、処方してくれている医師とよく相談していただくのが妥当だと考えます。蛍光否認薬とかホルモン療法の薬というのは、ホルモンに働きかけることによって、 で結果的に血栓のリスクを高めるものがあるんですねでもちろんどんな薬とかどんな治療にもメリットとデメリットがありますのでデメリットを超えるようなメリットがある場合にはいいわけなんですけどもしかし血栓をより注意した方がいい局面とかその方にとってのメリットがあまり大きくないんだったら治療を避けたりするというのも妥当な考えになりますしここはよく考えてよく医師と相談していただくのが良いと思います。はい、で6番目なんですけども 6番目も厳密には習慣ではないんですけどもねこういうことがあるとリスクが高まるということで6番目は手術。 および外傷ですね、まあ、当然のことながら体に負荷がかかったりとか傷を負ったりするような状況だと、まあ、人間の体というのはうまくできていますからその状態を元に復元するように頑張るわけなんですね、まあ、そうするといろんな傷があったりとかあるいは外傷があることによってこれは当然出血しているあるいは出血よりしうるわけですから、まあ、そういう時に体が血を止めようとですね凝固の方に傾くわけですね血が固まりやすくなれば当然血栓 血の塊も作りやすくなりますので、血栓のリスクも上がるということになります。まあ、そのため、外傷後、あるいは手術後の方も血栓を作りやすいので、注意が必要ですよね。で例えば、有名な病気に下肢静脈血栓というのがあって、これは特に手術後などに、手術によってもかなりリスクが違うので、リスクというのは分類されてるんですけども、特にまあリスクが高いような手術というのを行うと、足の静脈に血の塊というのを作りやすいわけなんですね。これが飛ぶと、 まあ大ききなな問題になってきます、まあ、そのため、よくですね、まあ、私も経験ありますけど男性ストッキングといって足をこう締めるようなストッキングを履くことによってこの血栓というのを予防するような、まあ、そういうアプローチがなされていたりします。まあ、このように手術後とか外傷後というのは血の塊というのを作りやすくなりますのでこれには注意が必要ということになります。で、7番目なんですけども習慣というよりこれは避けることができないものでもありますけど7番目は癌なんですね。 がんは血液が固まりやすくなるような、まあ、有名な病気ですよね。これは腫瘍自体によって、あるいは腫瘍に対する体の反応によって血が固まりやすくなったりということがあります。例えば腫瘍の方が多発性に脳梗塞を起こしたりするようなことがありますけども、 こういったものにも血が固まりやすくなる傾向が強まっていることに伴う影響で起こったりすることがあります。まあ、さらに病気が進んでくると、これは癌に限りませんけれども、DIC といって過剰に体の中で血が固まりやすくなって、それを溶かそうということで血栓とあるいは出血というものが並存してですね、そういう重篤な病態を起こしたりするようなこともあります。血栓、作りやすい病気というのがいくつかありますけれども、癌は注意が必要な病気です。 まあそのためですね、これもやはり身体活動というのをしっかり確保して、まあ、そしてまたリスクはこれは個人によって非常に差がありますから、担当の先生ともよく相談していただいて、なるべく血栓を作りにくいような、そういう生活習慣とか治療に取り組んでいただくのが妥当だと考えます。はい。で、血栓を作りやすい人、8番目なんですけども、8番目は特定の病気を持っている人ですね。 でもちろん、がんは代表的な病気なので別にあげましたけども、血栓を作りやすいような病気、いくつもあるんですね。血管に影響する病気です。まず、糖尿病ですね。糖尿病は他の動画もぜひご覧になっていただきたいですけども、糖尿病は血管に影響を与えます。血管が詰まりやすくなる代表的な病気ですよね。他にも、心臓病とか、高血圧とか、あるいは慢性腎臓病などがあると、こういった方も血栓を作りやすいということが言われています。 まあ特に動脈に関する血栓というのがしばしば問題になりますよね脳血栓からの脳卒中ですね脳梗塞というのを起こしたり あるいは心臓の血管が詰まることによる心臓の肝動脈という動脈がありますけどそこが詰まることによる心筋梗塞などが代表的ですがこういう病気があるような方というのは他の人よりリスクというのが高くなりますので、まあ、その点生活習慣とかあるいはその病気自体のコントロールこういうことが重要です結局こういう病気というのは糖尿病なんかそうですけど特に目立った症状がない場合も少なくないわけですねしかしそれをコントロールというのが悪化することによってさまざまな病気というのが、まあ、目とか神経とか腎臓とか そればっかりじゃなくて、こういう血管系の病気というのも出て、そうすると生活の質がとても下がってしまいますので、まあ、なるべくそういうふうに悪くならないように病気があってもコントロールするということがとても重要になります。まあ、そういう意味でよく医師と相談して、自分自身の状況というのを把握して、ベストの治療というのを受けていただければ、それほど心配する必要もないですので、あまり心配すぎるのも体に悪いですから、自分自身がどうなのかということをよく把握すること、そして適した治療やケアを受けるということがとても重要になります。はいで 結血栓になりやすい人、9番目なんですけども、9番目はなんじゃこりゃっていうふうに思うかもしれませんけども、これは結構重要なんですね。はい。過去に血栓を起こしたことがある人ですね。2度あることは3度ある。で、結局、血栓を起こしやすいということは、その素因があるわけですね。何か原因があります。ということは、まあ、それが解消できればいいんですけども、解消しにくい原因の場合もあるわけなんですね。まあ、後で習慣により属さないもの こういう要素があるとなりやすいですよというようなそういうことも簡単にお伝えしますけれども、まあ、そのように変えられない要因で血栓というのができやすくなっている場合もありますので2度あることは3度あるなんですね。そのため一度血栓というのを起こしたことがある方は注意が必要です。で今、まあ、日本の場合だと大体1度目の血栓を起こすとそれは心筋梗塞だったり脳梗塞だったりあるいは下肢静脈血栓だったりさまざまな場合がありますけど そうするとほぼ医師にかかると思いますので、その後見てるとやはり血栓を作りにくくするような薬が出てることが多いです。血栓というのを防げる薬があるんですね。血をサラサラにする薬というのを皆さん聞いたことあるかもしれませんけれども、例えばアスピリンだったりとか、あるいはワーファリンとか、そのような様々な薬が出ていて、それらは血を固まりにくくします。まあ、逆に言うと出血はしやすくなるので、もちろんメリットが大きくなるわけなんですけれども、一方で出血はしやすくなったりするリスクというのが、 まあ,ありますので、まあそこは注意が必要なんですけども、まあただ中にはそうやって一度血栓というのを起こしているにもかかわらず、特にライフスタイルなどを変えてなかったりとか、適切な薬が出ていなかったりするような場合もありますので、一度血栓が出たことがある方、まあしかしその後はあまりケアしてないような方っていう場合は、ちょっと注意が必要ですので、一度血栓を起こしたことがあるような方というのはリスクが高くなっているということ、これは知っておくといいと思います。それで10番目なんですけども、10番目はこれは、そうですね、注意が必要ですよね。 はい。長時間のフライトですね。最近もね。 長時間のフライトの後、突然亡くなられたというのはそういうケースというのもありましたけども、長時間のフライト、これはフライトばっかりじゃなくて、例えば新幹線なんかもそうですけどもね、あるいは鉄道なんかも乗り物全般に言えることですけど、ずっと同じせいで長くいるということ、をこれは問題なわけですね。当然、血の循環というのが、まあ、局所で停滞して、そういうところで血の塊というのを作りやすくなりますし、あるいはそういう状況で、まあ、必要な水分なんかを摂取していないと、ますます血が固まりやすくなったりするような場合というのもありますよね。 のフライトの後にしばしば血の塊が足にできてそれがですね肺側栓という病気を起こすんですね足にできた血栓というのがこれがぽっと外れてですねまあ、それがずっと流れていって右心房右心室から肺動脈というところに詰まります。で ここの肺側線という病病気気は非常に厄介な病気なんですね。これ突発することが多くて、本当に重症な場合だと、本当に短い時間で死に至ってしまうこともあります。なんせですね、肺に行く血流というのが、まあ、かなり少なくなってしまうんですね。そうすると、当然、ガス交換もできなくなりますし、まあ、本当に重度だと、もちろんガス交換というのが、血流が回ってきませんからね、いくら吸い込んでも酸素を運んでくれる血液が、 途絶えてしまっているわけですからそうすると体中に酸素が行き渡らなくなってしまうというようなまあ、そういう状況です私も突発する肺塞側線、まあ、何例も見てきています本当にこれ大変な病気ですし重症ですしまあ、もちろん命に関わりますので特に長時間のフライトばっかりじゃなくて長時間同じ体勢でいるということこれには特に注意していただいて 一番最初に挙げた項目は普段の習慣ででも座ってばかりいて動かないという習慣があると血栓のリスクが上がりやすいということをお伝えしましたが、まあ、特にそういった習慣が普段なくても割と健康的な生活習慣を送っていたとしても例えば長期間のフライトなどで突発的にそういう事象が起きる時というのは血栓というのをしばしば作ったりすることがありますのでこれは健康な方も気をつけていただいてよくですね足を動かしたり同じ体勢を取り続けないということ ここに注意していただけたらと思います。あと変えられない要素ですね。習慣じゃなくて、こういう人はリスクがあるけれども、これは変えられないという要素をいくつか説明しますと、まあ一つはカレーですね。うん、もう本当にね。 まあ私たち、なかなかね、年齢重ねるというのは大変なことですけども、まあ、どうしても加齢に伴って血管というのは老化しますので、血の塊というのはできやすくなります。当然のことながら、まあ、若い人だって要注意ですけどもね、若い人でも今、長期間のフライトする場合もあるでしょうし、あと、流行病の関連で、まあ、そういった心血管疾患のリスクが増えている可能性がありますので、若い方でも要注意ですが、まあ、とりわけ年齢が高い方がこういったことには留意していただく方がいいです。まあ、きっとご覧の皆さんも、 ある程度以上、年を重ねていらっしゃる場合が多いと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、これから説明するような予防法に関しても詳しく聞いていただけたらと思います。あと、家族歴ですね。ご家族の中に血管が詰まった病気というのを持っているような方がいる場合、そういった場合に、もちろん、これは生活習慣などが影響している場合もあるんですけども、遺伝的に凝固の異常というのが存在する場合もありますので、 家族の中に特にこういった血栓の病気というのが頻発している場合というのは、まあ、ちょっと注意が必要ですし医師と相談してみるといいのではないかと思います先天的な凝固の異常というものこういうものも変えられない因子ですけどこういった病気があるような方というのは血栓のリスクが増えると言われていますはいそれではこれまで血栓を作りやすい人についてあるいは作りやすい習慣について皆さんにお伝えしてきましたが当然のことながらまずこれらの要因変えられる要因というのは 取り除くことで、あるいはできるだけならないようにすることで、血栓を作るリスクというのを減らすことができます。まあ、その他にですね、まあ、それらも含めてこういった予防法がありますということを簡単に説明していきたいと思います。防ぐための7項目というのを皆さんにお伝えしたいと思います。で、まず、一つ目。まあ、一つ目だけあってかなり重要なことですよね。はい、一番目は、 アクティブな生活を維持するということですね。何度も他の動画でもお話してきてますように、こんなに全般的に動かなくても人類が生きていられるようになった時代というのは本当にそんなに長くないんですね。多分私たちというのは体を動かすことに順応してるんですね。何千年もそうしないと生きられないような、まあそういう時代が長く続きました。 まあそういう意味で、動かないということに、多分体はあまり慣れていないというふうに想定されます。寝てばかりいると体に良くないのは分かりますけど、座ってばかりいても体に良くないということが知られるようになってきています。いろんな病気のリスクを増やすということが言われているんですね。これ、さまざまな研究がなされていて、結果の病気はもちろんのことを、がなどにも座っているような生活習慣、 の方というのはリスクが増えるのではないかと言われてるんですね定期的な身体活動をキープするということこれがとても重要ですウォーキング水泳サイクリングなどがいいと言われてますけどこれはただもちろん自分自身に合ったものを選択すればいいと思います 年齢とか、これまでの運動の状況とか、得意不得意とか、いろいろあると思いますので、特にですね、まあ急に頑張ってランニングなんか始めちゃうと、人によってはそれでいろんなところにガタが来てしまう、膝を悪くしてしまったりとかですね、その人ごとにいろいろ体質とか状況っていうのがあると思いますので、最近全然運動していなかった人が、 一年発起して、例えばもう一気に、ちょっとこう、早めのジョギングなんかしたりすると、まあ、急にそれで体を痛めてしまったりするようなケースもありますから、かかりつけ医がいるような場合は、かかりつけ医とよく相談して、無理なく取り組むということが大切です。有酸素運動1日30分ぐらい、できれば毎日というのが、まずは最初に推奨されるような一つの方策だと思います。もちろん個人差がありますので、まあ、よく重心に合ったやり方というのを考えてやっていただくのがいいと思いますね。二つ目なんですけども、 またなんかね、こう急に耳が、もうなんかすごい痛くなってきましたけど、健康的な体重を維持するということがありますよね。まあ、BMI っていうのはありますよね。最近 BMI に関しても様々な議論があるので、これを絶対することはできませんが、まあ、標準の体重というのがあって、その標準の体重からある程度の範囲、ちょっと、 小太りぐらいまでは許容されるとは言われてますけども、まあこれもね、いろんな見解がありますけども、一般的に健康に良いと思われる体重に留めておくこと、これは血栓のリスクを減らすことにつながりますし、そのためのアプローチというのも、それも血栓のリスクを下げると思うんですね。体をより動かそうとすること、まあ、これ自体も血栓のリスクを下げることにつながると思いますが、体重を 標準的な、理想的な範囲に留めるということ。これは重要だと言われています。太りすぎているような場合の方というのは5%下げるだけでも健康に対してプラスの効果が得られるということが言われてますので、これも一気に痩せようと思うと後でリバウンドのもとになりますから、無理せずですね、徐々に痩せるということでうまく取り組んでいけるのが一番だと思います。三つ目ですけども、三つ目は禁煙ですね。 どうしても喫煙は血管に対してはマイナスの因子というのが強いですからもちろん喫煙をやめることで血管に対してはプラスの効果というのが期待できますどうしても血管を痛めやすい習慣ですからこれを改善することが血管をより若く健康に保つことに関係するそして血栓も作りにくくなるというところにつながってくると考えられますよね4番目は特に暑い時期には注意が必要ですけれども水分補給ですね当然脱水傾向になれば 血液というのが濃縮してきて、まあ、言ってみればちょっとドロドロになりやすくなるわけですよね。血の塊というのを作りやすくなります。血流というのをスムーズに保つことが、血栓を作りにくくすることに繋がりますので、適切な水分補給というのは、血流をスムーズにして、血栓の形成を防ぐということが言われています。血栓ができることに、 働いてしまう脱水を避けることにつながります。これも心臓に持病があるような方は過度に飲みすぎると心不全になったりすることがありますけど、ただ私も心不全の方たくさん拝見してますけど、心不全の例えばご高齢の方は医師から水分控えなさいよってことを言われて、どちらかというとこう過度に制限してしまっている場合もありますので、かかりつけ医とよく相談してですね、特に季節によって暑い季節なんかは指示された水分量だと少なすぎになってしまう場合なんかもありますから、 うまく合った量に調節していくことが大事であんまりカちこちに普段通りの制限というのを暑い時期なんかにも守るとちょっと脱水傾向になってそれが血栓なんかを作りやすくなることにつながるかもしれませんのでここは注意が必要です5番目なんですけどもこれは運動の習慣とは別にこまめに体を動かすそういったものを増やすということですね実は日常のこの些細いな動きですね 体を動かしているということ、これ自体も健康に寄与するということが最近言われるようになっているんですよね。まあ、そしてまたこういったものもダイエットにつながると言われています。とにかく全く動かないということは、これはもちろん体重等にとってもマイナスなわけなんですが、それは当然、ちょっとでも動けば体の中で血液の流れというのが滞ったりするのを防ぐことにつながるわけですよね。そういうういいいい意味でででで、で一定ののの効果とととと、が期待できるるははないかと言われれれててます。で立っっっ場合もずっと同じ姿勢だとこれはこれでやっぱり、 立っていたとしても、あまり良くないということが言われてるんですね。なので、できればこう、ストレッチなんかをしたりして、同じ姿勢で長時間いるということ、これを避けるということが重要です。全く動かないような時間が長い仕事をする場合でも、ちょっと定期的に、例えば座っていても1時間ごとに、ちょっとストレッチをしようとか、まあそういうふうにうまく考えていただいて、定期的に体を動かす機会というのを作るのが、一つの方法として提案されますよね。はい。で、6番目なんですけども、 6番目は健康的な食事をするということですね。これは他の動画も見ていただきたいんですけども、果物、野菜、全粒穀物、タンパク質などが豊富な食材ですね。青魚によく含まれる魚油も 血栓をできにくくするような油が含まれているということが言われてますよね。そういった血管の健康に間接的に役立ってくれそうなそういう食材を多く摂取してトランス脂肪とか砂糖とかそういった血管に対して過剰な摂取がマイナスになりがちなものに関しては過度な摂取というのをしないように控えるということ。これが血管の健康を保ち、引いては血栓のリスクを 増やさないいいとととここにががっててくるということが言われています7番目は特に飛行機とか長時間の公共交通機関の移動の場合に気をつけるということですね。健康な方においても、あるいは若い方においても長時間同じ姿勢を保つということは、これは血栓のリスクを増やすことにつながります。まあ、そのため、同じ体制を保たないことも重要ですけど、適切な水分補給にも留意してください。意外に水分摂取が足りていなくて、余計に血が固まりやすくなっている場合がありますので、 適切な水分摂取を心がけていただくといいと思います。あと、いろんなリスクが高いような方は、男性ストッキングの装着も検討されるということが言われてますね。 まあこういった7項目というのがあります。他にもいろいろ予防法というのはあって、慢性の病気というのを適切にコントロールすること、糖尿病とか高血圧などの血栓のリスクを増やしやすい、まあそういう病気があるような場合というのは、それをしっかりコントロールすることが重要ですし、あと医師とよく相談することが重要です。あとアルコール摂取の制限ですね。まあ特に飛行機の機内などでも気をつけていただきたいんですが、たくさん飲みすぎると血栓のリスクを増やすと言われています。結構多尿になって脱水傾向になったりすると、それがまた 血栓のリスクというのを高めますから、アルコールを摂取しすぎないということ、ここにも注意が必要でしょうね。あと意外なところで、 重要なもののお話をしますけれども、くびれが強い服というのは避けた方がいいですね。特に腰回りとか足回りにきついところがあると、そこで静脈の流れが滞るわけですね。そうです。これが下肢静脈血栓を誘発しやすくなる原因になったりする場合があります。そこで血流というのが妨げられて、血栓のリスクが上がったりするんですね。特に旅行時ですね、これ注意必要ですね。長時間のフライトで、かつ締め付けが強いような服装だと、ますますこれはリスクですから、 これから長距離、長時間の旅行とかに出かける方も一時期より増えると思いますので、まあ、ここには特に注意していただけたらと思います。特に今後見据えた時に重要になることですよね。過度にストレスがあることも血栓のリスクというのは高めますから、まあ、こういったなるべくストレスを高めないようにですね、まあ、そういう意味ではあまり心配しすぎないことも重要ですので、こういった動画を元にしっかり備えれば、しっかりリスクを下げることにつながりますので、 ま、ぜひこういった情報をもとにですね、皆さんもこれから血栓とか心臓病特に注意ですので、まあ、この動画でうまく備えていただけたらというふうに思います。と言いながら、この動画、皆さん今どうやって聞いていらっしゃいましたかこの動画を聞きながら体を動かしておられた皆さんは正解です。この動画をじっと見ていたらきっと注意が必要ですね。 とは言うものの、まあね、さすがに私の動画をこうじっと聞いてると多分飽きちゃうと思いますから、まあきっと何か皆さんのみじろぎぐらいはしたのではないかとは思いますけどもね。皆さんが血栓とか、まあその他についてご自身や周囲の方にご経験などあれば、ぜひお寄せいただけたらと思います。皆さんの参考にもなると思います。あるいは血栓予防のために取り組んでいることなどがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。他の動画も見ていただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。緩和ケアは早期から。血栓の予防も早期から。それじゃあ皆さんもまた。